さて今月も半ばを過ぎいよいよ今年もあと少しですが皆さん年末年始はどのように過ごしますかおばあちゃん家が熊本県にあって熊本に行きますゆっくり過ごしたいですかね生まれて初めてのお正月なんで初めて初詣行ってあと地元で花火がカウントダウンで上がるんで花火見せてあげたい <laughs> 近場の大分県とか、うん、温泉入りたいな 今年は外に出たいという声が多いようですね。jtb の調査では、年末年始に旅行の計画を立てている人が、国内旅行、海外旅行ともに前の年よりも増えています。一方で全国的にインフルエンザが11月下旬に流行期に入っています。インフルエンザが過去10年で最も早く警報レベルに達し。 福岡県は定点あたりの報告数が全国9番目に多くなっています。年末年始を楽しく過ごすために、今年ならではの注意点とは？街でお話を伺っていてもね。まあ、やっぱり年末年始活発に動くという方が多い。そんな中でまあインフルエンザに注意が必要というところなんですね、はい、え。ここからは小倉記念病院の感染症専門医でもあります。宮崎先生と共にお伝えしていきます。よろしくお願いします。お願いします よろしくお願いします。はい 全国的に流行し過去10年で最も早い流行となっているインフルエンザですが、はい、福岡県の状況を見ていきますこちらのグラフ青が2019年そして赤が今年を表していますこれを見ると今年先月末ですね11月末には警報の基準値となる30を超えています、うん、これは例年と比べてもかなり早い流行となっているんです、ね、だからやっぱり12月1月がピークのイメージでしたよねこれまではそ,で、ね、それがだいぶ早くなってるというのが特徴ですよね、はい、最新ではさらに増え 45.66となっています、はい、そんな中子供も多く来院する福岡市のクリニックでは2週間ほど前からある変化が起きていると言いますインフルエンザは大きく a 型と b 型がありまして流行のピークは一般的に a 型が12月から2月 2>、うん、そして b 型が3月から4月となっているんですが、はい、そんな中で2週間ほど前からこちら B 型の感染者が出始めている、うん、ということなんです、はい、まだ流行をしているわけではないんですがうん、うん、B 型の感染者が出てきてまあ、徐々に増え始めているという状況だということですまあ、こういった状況を踏まえて年末年始を楽しく過ごすために今年特に注意が必要なポイントを宮崎先生に伺いました、はい、まず一つ目こちらです複数回感染の恐れ大ということなんですが、うん、先生こちらについて詳しくお願いしますはい あの現在、A 型が止まらない状況の中でですね B もこうやってちらほら出ているということになってきますと、はい、A 型は2つのタイプが今流行ってまして、まあ、それが続いている中で B も出てくるということになれば複数回の感染の可能性が出てくるとということになりますですから A 型に1回かかって免疫ができたとしても B になるとまままたかかかってしまうっていうううといい懸念っていうことですかねそうなりますねねそなり重症化という観点で言えばいかがですか。 重症化はですね。やはり何度もインフルエンザにかかってきますと、やっぱり重症化のリスク高って高くなりますので、それは注意が必要ですね。はい、ありがとうございます。さあ、はい、そしてもう一つですね。こちら、はい、あ対策については現時点ではいかがでしょうか。 そうですね、今のところ対策に関しては、やはりあのワクチンをですねもうできるだけ早く打て,たい打てる方は打っていただきたいと思います。はい、A も B も両方カバーしてますので、まあ、このワクチンを打つことで、ですねあの非常にあの効果があるというふうに感じてますあとは体調を崩したときに、まあ、すぐに申告をしたりとかっていうのも大事ですよねそうですね、あの体調が悪いときにです、ね、まあ、あの人混みの中に行かないということも重要ですので、まあ、そこはですね、まあ、皆さん、体調管理は気をつけていただきたいと思います。はい そしてもう一つ押さえておきたいポイント2つ目がこちらです。 子どもの異常行動ということなんですが、はい、子どもの異常行動とは一体どういうものなのか、厚生労働省の調査があります。こちら、え、うん、2019年から2020年に確認された異常行動の分類を表しているんですが、ま、はい、最も多かったのが突然走り出すというもの。うん、他にも怯えであったり、徘徊そして突然話が通じなくなりなる、えそれから無意味な行動の無意味な動作の繰り返しなどありますけれども、えー、中には飛び降りといった命に関わってくるものもあるんです。 これらの異常行動を挙げられているんですけれども、はい、私たちが抑えておくべきポイントについて宮崎先生に、えー、事前に伺っているんですね、はい、まず抗ウイルス薬、飲まなくても中という言葉があるんですけれども先生詳ししくお願いします、はい、あ以前はです、ねまあ、抗ウイルス薬を飲んだらという異常行動につながるんじゃないかという説もあったんですが今はです、ねはい、この抗ウイルス薬を飲む、飲,む飲まないにかかわらずですね まあ、こういう行動が起こるということが分かってきました。はい、これどんなメカニズムで起きてしまうものなんですかあ。あのですね。まあ、今研究中でもあるんですが、まあ、いわゆる脳症ですね。あのの影響もあるのかもしれません。まあ、特に子どもさんはですね。こういう脳症みたいなのが起こりやすいですので、はい、まあこういうところはですね。十分注意がやっぱり必要だと思います。ありがとうございます。そして発熱2日目、小中学生という言葉ありますが、いかがでしょうか？ これがですねあの、当日ではなくてですね、2日目にピークが来るんですね、でまあ、4日間ぐらいまでに起こってくると言われているんですが、で意外なのは、ですね、これはあの未就学児というのは小さいお子さんというふうに感じているかもしれませんが、はい、意外にですね、まあ、小学生でも高学年、まあ、中学生でも起こってくるということが一つの特徴です。はい えそれではそんなまあ異常行動への対策について在地さんお願いします、はい、厚生労働省が出しているものになりますがこちらですねえまず玄関やすべての部屋の窓を施錠し子どもが外に出られないようにすることえそれから1戸建ての場合はですね2階ではなく1階に寝かせることでまあ、2階からの飛び降りを防ぐというものですね、はい、それから格子窓に格子のある部屋であったりベランダに面していない部屋がある場合はそちらに子どもを寝かせることで外に出たりとか飛び降りするというこ 防ぐとととといいううここにもななるるですねなるほどあのさっき先生からも、はい、あの脳症でしたっけそのメカニズムというところでいえばこれやっぱ防いだりとか予兆をつかむというのは、はい、なかなか難しいことなんですかね。はいはい、そうですねこれが突然起こってくるということも一つ特徴でですね、はいまあ、寝たあの就寝直後とかですね、まあ、ちょっと親御さんが安心している時に起こったりということも報告されています。で あのまあ、小さいお子さんだったらですね あの、まあ、すぐ止めることも可能かもしれませんが、はい、割と大きいお子さんになってくるとですね。ちょっとこの辺が急に止めるって言うのが難しくなることもあります。そうですよね。あの、早期発見、そして早く医療機関にかかること、はい、これがまあ、防ぐ。鍵になると思うんですけども、在津さん、はい、いかがでしょうか。ただ、年末年始、なかなか医療機関空いておらず、どう対応していいかわからないという方もいらっしゃると思います。はい、発熱した場合、医療機関を探せるサイトとして、福岡県では福岡発熱外来検索サイトというものを設けています。ぜひ、活用されて。 ここまではインフルエンザについて、宮崎先生とともにお伝えしました。